どうもこんにちは、お久しぶりですってことですね。今日は本当に今なんで生きてるのかがねちょっと分からなくなってしまって、でね、なんでそう思ったかっていうと、やっぱ皆さんやっぱ過去に引きずってることってありますかね。僕はね結構引きずってることがあって、まあ、その一つがやっぱり恋愛だよね。元カノと別れてしまったってことを、まあ一年ぐらい前に、お別れして、で、まあいろいろね、ちょっとそこの土地にいるのが辛くて、まあ結構引っ越して、今ここの場所にいるんですけど、やっぱり、あの時こうしてればとかね、やっぱ思っちゃうんですよね。どうしても。でもよくなんかそういうことを思ったら、まあ過去は変えられないんだから、前を向いて行動していくしかないみたいなね。よくそういう動画、たくさん見ました。はい。失恋、立ち直り方法とか調べて、見たんですけど、やっぱりどうしても過去に縛られてしまうというか、縛られてしまうんですよね。うん。で、やっぱそれをね、解決するには、まあ、今頑張って、まあ、新しい人を見つけるとかしないと、でも解決しないと思うんですけど、でも今の状況だったら僕ね、まあ、誰からも相手にされずこのまま死んでいくんだろうなっていう感じなんですよね。うん、収入も低いし、うん、っていう精神状態になってます今。だからといってどうやったら稼げるんだろうとかいろいろ考えても考えても出てこなくて、うん、やっぱりだからね、本当に付き合わなければよかったのかなとすら思ってるんですよね今。そういう、なんだろうな、一回でも幸せなこととかいいことがあると、もうそれを失った時がすごくダメージがでかすぎるから、一生なんかもう幸せなこととかを知らずに生きていった方が逆にある意味幸せなのかなって、うん。だから恋愛とかねしなければ、恋愛の良かったこととか知らずに死んでいけるから、それは逆にね僕幸せなのかなって最近思ってるんですよ。でも一回なんだろうね、そういう経験してしまったら、例えば恋愛じゃなくてもいいんですけど、例えばどこどこ行ったとか、例えばなんだろう、いい家に住んでたとか、それでなんかちょっと失敗して借金背負って、今すごいボロボロなねアパート住んでますとかっていう人も多分同じねことを思うんじゃないかなって思うんですけど、やっぱいい経験すると、まあ、それがなんだろう、基準になってしまうっていうか、例えば、ね、生活レベル落とせないとか、なんだろう、いい部屋に住んでた人が、もうずっとなんか、ね、稼げなくなっても、なんか生活レベル落としたくないから無理してここ住んでますとかっていう人いるじゃないですか。まあ、それと同じような感じで、ね、恋愛とかでも、ね、例えばいい人と付き合ってたら、別れた時に、もう、なんだろう、すごい後悔して、まあ、これ以上いい人いないんだろうなと思って、ずっと苦しむみたいな。まあ、そういう人ね、結構いっぱいいると思うんですよね。で、今後ね、そういう人は絶対現れないみたいな精神状態になって、どんどん落ち込んでいったりとかして、さらにどんどん負のループにはまって、ずっと未来を不安にばっか思って何も行動できないっていう、まあ、最悪な負のスパイラルに、陥ってしまう人ね、いると思うんですよ。今も僕もね、そういう負のスパイラルに、陥りかけてますね、本当に。頑張りたくてもやっぱり頑張れないみたいな。で、なんだろう。結果を出そうと思ったら、やっぱね、数年かかるんですよね、結局。だけど、その数年とか10年、20年とかね、もう頑張れないじゃないですか、なんか。だってさ、なんだ、そこまでなんだろう、努力しないで、例えば手に入ったものとか、だったら、
なんだろう、例えばじゃあ僕がね、まあ、そこまでめちゃくちゃ全然何の努力もせずにすごくいい女性とねお付き合いしてて別れちゃったとしたら、まあ、次ねつってもうそれを超える女性と付き合える確率はまあゼロなんですよね。だって何も魅力的な、僕は男じゃないからね。うん、それは分かってるんですけど、じゃあね5年10年頑張って修行しようって思えるかどうかなんですけど、まあ、それをしないと結局なんだろう、また新たな幸せっていうのは手に入んないんですけど、まあ、簡単に手に入っちゃったもんだから、なんだろう、その5年10年頑張れないみたいな、その耐えられない5年10年が、うん、って思っちゃうと思うんですよね結局。うん、だからさ、街出たらみんななんかね仲良く歩いてる人とかね、いっぱいいるじゃないですか。そういうの見るとやっぱ羨ましいなとかね、あー自分も本当だったらあんな風に歩いてたのかなとかね、最近思っちゃうんですよね。うん、まあそりゃね、なんだろう、まあそういう幸せな人たちはねやっぱ外出歩きますよね。で僕みたいなね、あれですよ、もう落ち込んでる人たちはまあ外出ないから、まあそういう人たちはね目にする機会っていうのはまあ少ないからなんですけど、うん、だから今僕みたいに同じようにね悩んでる人とか結構いるんじゃないかなって思うんですよね。だから本当にもう、まあ、このままねもう終わらせたいとかね思っちゃう人もね結構いると思うんですよね。で、まあ、精神疾患の患者さんとか結構増えてるみたいだから今、うん、SNS でやっぱり幸せな人たちがね投稿してそれを見ることによって、まあ、自分は逆に落ち込んでいくみたいな、まあ、そういうのもね一つの原因に、ね、なってるんじゃないかなって思ってますよ。やっぱインスタグラムとか見るとみんななんかねキラキラしたのばっかあげるじゃないですかね。うん、だからそういうの見てるとやっぱね羨ましいなって思っちゃう、うん、ですよ、みんなね。そう、だから今本当にどうしようかなと思ってて、でも結局さ、まあ、本とかも読んでるんですよね。嫌われる勇気とか幸せになる勇気とかね読んでるんですよ。まあ、まあそこに書いてあったのはね、まあこれからどうするかしかねないんだよね、ないんですよって書いてあって、まあ本当にそうなんですよ。これからね過去のことを憂いてもしょうがないから、まあ、これからどうするかをね考えて実際に行動していくしか未来はないんだけど、なんだろう、全然体が動かないみたいなね。うん、まあそういう人結構いると思うんですよね。僕もそうだから気持ちすごいわかるんですよ。でやっぱ老後の不安とかもねあるし、だって今いろいろ勉強してて、例えば積み立てNISAとか、ね、新NISA今始まってさ、ね、上限毎月30万で1年間で360万マックス積み立てられて、合計まあ1800万までは税金がかからないっていうことになってるんで、で本来だったら株式の売買だとね約 20% がね、まあ、取られるということで、まあ、それが非課税になるってことでね1800万円かめちゃくちゃいい制度だなと思ってね最近ちょっと始めようかなと思ってるんですけどね。またその本当のちょっとしかね投資回せないから、ね、本当数千円とかねね、1万とかそんぐらいしか積み立てられないから結局結果出るのがね、うん、20年後30年後40年後とかだし、でもそんな経ってたらさ、なんだろう、そんなに経ってからねちょっと増えてても何に使うんだっていう話なんですよね。うん、今我慢し我慢し我慢してようやく大金を得てもね老後ね、なんか逆にそれはそれでなんか死にたくなるんじゃないかなみたいな、あの時使ってこういう幸せ手にしてその幸せとともにもっと頑張れたんじゃないかとかねいろいろ思っちゃうんですよね。うん、まあただなんだろう、皆さんやってるのかな、なんか積み立てNISAとか、うん、やってますかね皆さん。なんか調べたらすごくいい制度でしたね。
まあ、結局老後2000万円問題で、さ、結局それがね、普通の人たちじゃ2000万自力で貯めれないから、じゃあ積み立てNISAってことで、毎月お金積み立ててくれてれば、その積み立てた分には税金かけませんよっていうことで、まあ政府がね、まあそういう政策でやってるんですけど、まあその1800万マックスで積み立ててたら、まあ将来何倍かになってればいいねっていうね、あれなんですけど、まあその、まあインデックスファンドとか株式投資ってまあ絶対はないから、増えてない可能性もあるけど、まあ大体はまあ増えてるってことで、増えてる可能性の方がね、今過去のあれを見ると高いってことで、今積み立てNISAね、国が進めてますよね。やっぱりそういう、なんだろう、将来のことを考えるってことはね、まだ行きたいってことなんですよね、結局ね。将来のことばっか考えて、なんか今がね、本当に楽しめてないです、僕。全然楽しくないよ、今。どうすればいいですか、もう。って思ってます、毎日。何のために生きてるのかわからない。っていう人ね、僕じゃなくてもいっぱいいると思う。だから本当に、ね、悩みながら、これからもずっと生きていくのかなって、そう思ってます。でもね、本当に、僕の動画ね、コメント書いてくださったりする方がね、いて、そこは本当に僕はね、幸せだなって、本当に思ってます。本当大事にしていきたいと思います。そして本当にありがとうございます。ということでね、まあ、今回の動画はね、今ちょっと悩んでますっていう動画でした。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。